今日は辻堂海浜公園に来ています。まあ、湘南といえばね、この辻堂海浜公園というのが結構有名だと思うんですけど、皆さん来られたことありますでしょうか。場所はですね、ちょうど江ノ島と、茅ヶ崎のサザンビーチとかね、あっちの方とのちょうど中間ぐらいにあたる場所です。まあとにかくあの広い公園で、東京ドームが4つぐらい入るって言われてますから、あの走ったりランニングコースとしてもバッチリだし、ワンコと散歩するのにも本当にいい公園で、緑がねとにかく多くって、こう季節をねやっぱり肌でこう感じることができて、清々しい公園なんです。公園の中にはですね、いろいろあの施設というかね、ありまして、交通公園というのもですね中にあるんですね。でこの交通公園、あの子どもたちでね、休みの日なんかはとにかくあふれ返ってますけれども、あの中でもですね、このちょうど奥の方に見えてる円盤みたいなやつ、これが人気で、スカイサイクルっていうやつなんですけど、これ漕いでねずっとレールの上を、この公園の中をね、空中散歩できるようなもので、でこれがね大人が210円で子供が確か100円だったと思うんですけどね、はい、結構人気ですからね、土日祝日はあのお一人様1回でお願いしますみたいな、そんなはい、人気のものです。こんなところキノコがあったんです。びっくりしましたね。本当自然がね豊かなとこですけど、で、こんな電車なんかも置いてます。27年前に小田急電鉄からね寄贈された、江ノ島から新宿まで走ってた電車らしくて、ワクワク号と、もうやっぱりね潮風で錆びてますけども、これがですねちょうど西駐車場っていうのがありまして、西駐車場の方の出入り口がこの花壇があるところの出入り口になりまして、ここをフェッと曲がるとですね、このホワイトの白の歩道橋があります。134号線をねまたいでる歩道橋なんですけれども、僕もよく相模原に住んでる頃ですね、関東に来て相模原が一番最初に住んだとこなんですけど、そこから波乗りするのに、その西駐車場まで来て車止めて、このブリッジ渡ってで、まあ、海に入っていたっていうところで、昔から来てたとこなんですけども、ちょうどこれが辻堂西海岸になりますかね、この辺がね、はい、鵠沼海岸まで 1.9 キロ、柳島までが 5.8 キロというそんな場所です。遠くに江ノ島が見えててね、で今は残念ながらこういうね看板が立ってます。近隣の方を除いて海外への立ち入りは、お控えくださいということでね、神奈川の海辺はみんなあれが貼られてるんじゃないかなと思いますけど、まあ見てくださいこんな状況で、貸し切りの状況でございますんでね、まあ、まあ看板はありますけどね、どうなんですか、江ノ島からずっと海を眺めていけばですね、烏帽子岩が見えてきまして、で向こうの方がずっと茅ヶ崎の方面になっていくんですけどね、いつも行くのがあの茅ヶ崎のね、潮見台という、潮見台デッキというあの木で作られたウッドデッキっていうのがあるところなんですけれども、それが今の西側の方ですね。でこれがずっと辻堂側の方で、はい、姫ちゃんもの最初はですね、海が怖くって海の音を聞くだけで本当にビビってたんですよ。まあところが連れてくるたびにですね、だんだんこう慣れてきまして、もう3年目ですかね、夏3年目の夏になりますけど、海が今もう本当に、まあ、大好きなのかどうかは本人から聞いてないんで分かりませんがまんざらでもなさそうな、はい、ところでございます。とにかくサーフスポットですから、あの海水浴客というよりはあのサーファーがとにかく多い海岸であります。まあここからもね、やっぱり有名な
プロサーファーが、辻堂茅ヶ崎から、ね、出てますんでね。僕がですね海の方へどんどこどんどこ入っていくと、やっぱり飼い主のことがワンちゃんっていうのは心配になってくるんですかね。あのこう徐々に徐々にやっぱりこう近づいてきてですね、えそんなに入ってくるの、大丈夫なの、大丈夫なのっていう感じで僕の方を見てまして、で結構ちょっと奥の方まであの入っていくとですね吠えますでこうねやっぱりこうどん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 近づいてきて、で前は本当にあのビビっててこんなとこ全然あの来れなかったんですけど、今は本当にへっちゃらで来てですね、来ちゃうんですよね。でこれがびちょびちょになっちゃうでしょ。このワン吠えました、やっぱり吠えましたね。でこのですねダックスというのはご存知のようにご覧のように手足短いですから、お腹というかまあ胸からお腹お尻にかけてですね、びっちょびちょになっちゃうわけですよ。これこういうふうにですね尻尾までもう本当にボロ雑巾のようになっちゃいまして、でこう砂を掃除しながら歩くもんですから、まあお腹から胸からまあとにかくありとあらゆるところに砂がですねついちゃうわけですね。サーフボードの洗い場とかシャワーのところでですね一回洗ってから上まで連れて行ってね、でお風呂に入れてみたいな、そういうことが頻繁に、まあ冬場はないんですけど夏場ねこういう風になってきます。はい、ご覧のようにもう家人と、遠くにおじさんが一人とでワンちゃんと僕しかいないみたいなですね、そんな海ですよ。ほんと癒されますよね。愛犬とやっぱりこうやって海に散歩に来るっていうのが一つの目的でもあっての湘南へ引っ越してきたっていうようなですね、はい、あのそんな気持ちいい湘南の海岸でございます。皆さんもねぜひあの遊びに来ていただいてね、今あんな張ってますけど、はい、まあでも多いのはねあの鵠沼とかねあっちの方が海水浴客が増えてね多くなるんですけどね。はい、こうやってあのもうすぐに公園にこうエントリーできるあの道がついてますんで、でね、砂がもうどん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 まあ溜まってくるんですけど、またこれをですね掃除してくれてねしてくださる方たちが本当にいてくれるんで、僕たちも気持ちよくね公園を散歩することができて本当感謝してるんです。はい、さあ江ノ島をバックに見ながらですね、ワンちゃん多いです。とにかくランナーの方もいますけどワンちゃんが多い、もうバッチリの散歩コースになります。まあこれからね夏場は昼間はね暑くてちょっと散歩できないかもしれないですけれどもね。はい、この子がご近所のワンコでねちょっとたまたま会いまして、チップちゃんと言いますけどもね、まだ6ヶ月とか7ヶ月かな、うん確か。でこの子がルーク君で、8ヶ月で言ったかな。でこの子が1年8ヶ月って言いましたかね。まあまあまだまだあの子供ちゃんでございまして、パピーちゃんでございます。はい、あのうちの姫ちゃん大好きな、大好きですよお互いにき今日は最後までご視聴ありがとうございました。またぜひお立ち寄りください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。コアス TV のカズでした。